写真拡大。選抜高校野球選考委員会25日、大阪オーバルホール。出場32校が決定し、選考委員会直前に不祥事が発覚した春日部共栄埼玉は関東、東京地区で選出された。高知商高知は選考されず、四国地区の補欠校となった。選考委員会はいずれも指導者の不祥事であり、チームの選考には影響していないと、本大会の選考はあくまでチームの実力を判断したと説明した。昨週の関東大会準優勝、春日部共栄は20日に、1980年の創部から指揮している本田利治監督の体罰を同校が明らかにしていた。野球部長がダンス同好会の顧問を兼ねていたという。いずれも日本学生野球協会が2月に審査室会議で処分を決めることになった。